一言、朝まで熟睡できたようです。ありがとうございます。あのやっぱ年取ったらな、物も忘れる、思うように体も動かん、それはなもう仕方ないことなんよ、うん、どうしようもない、そう、それを責めたりなする方がおかしゅうってな、うん、そうでもない、甘いな状況、みんな、いや、そんなことないって。おば、自分の家で、自分の家で自分、何、過ごしとって誰に気を使うこともないし、ほんで、仕方のことは仕方ないんよ。元気な方が、あるいは若い人の方が、やっぱそういった人に合わせてあげる。だから、気も使わずにやっぱり過ごしてあげるように考えるのが周りの役目やと思うよ。それはありがたいけど、うん、そうばっかしも言うておれんけど、まあこっちはそのつもりを控えておろう思うけど、つい言うていけない、それは人間やけん、ほやけ人間なんよ、うん、そうやな、だけ人間はそういうものなんよ、喜怒哀楽もあるし、うん、わけん、それをな、邪魔になるとか気になるとかと思わんてもいいと思うよ、うん、ありがとう、ヤコイちゃんのラーメンしたらまた余るようになるんじゃんな、食べてあげる、ご飯何が、おにぎりだけでいい、でラーメンしてあげたらいいかな、ラーメンあげたらいいかな、作ったら分けてあげたらいい、分けてあげてくれる、もちろん、うちは好きは、もちろんもちろん、麺が好きなんじゃけん、麺食べたらいい、ええわ、麺があるけん食べたらええがな、いや一個だけしか作らない、いいって、ほら、いいってあげたらいいんよ、それは、ぜひ皆さんに暖かくポカポカ幸せな冬をお過ごしいただきたいと思いまして。